どうも、本能の小物釣り師です。本日、輪島港での釣りなんですが、現在6時半で、まだ日が昇らず、かなり暗い状態からのスタートとなります。釣り物は、サビキでアジです。さて、釣れるでしょうか？それでは準備していきたいと思います。釣り方ですが、今回は足元のサビキと投げサビキと両方やっていきたいと思います。まずは足元のサビキを作っていきたいと思います。竿は磯竿の3号の4メーター弱のもの、仕掛けはこのハリスが2号の仕掛けを使います。ロケットカゴをつけまして、餌はコマセは網姫、その他にオキアミを針に直接つけて落としていきたいと思います。あと竿受け、堤防用の竿受けを持ってきました。これに固定して下に落としていきたいと思います。続いて投げサビキです。竿は磯竿3号の4メーターちょいのもの、仕掛けは同じく足元のサビキと同じハリスが2号のサビキの仕掛けです。これに浮きをつけまして、ロケットカゴをつけて投げていきます。浮きは6号の浮きで、重りは4号の重りをつけて投げます。もちろん餌もつけます。コマセは網姫、付け餌はオキアミです。